カンブダーの対抗ディッシデンラジオ。はい、どうも皆さんこんばんは、タンブダーです。はい、今週のですね、対抗ディッシデンラジオをやっていきたいと思います。はい、本日はですね、7月の14日になりました。はい、14日の木曜日となります。はい、ラジオの方やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今週の対抗ディッシデンラジオはですね、今後のまあ、自分の発信関係のですね、お話に画面になってくると思いますので、まあ、そのつもりでですね、興味ある方は聞いていっていただければというふうに思います。はい、まあ、先週ですね、一周またちょっとね、まあ理由があってお休みをさせていただきましたけども、まああっという間にですね、7月も後半になろうということでですね、まあこれ同じメーカーのゲームですし、同じゲームジャンルのゲームですんで、まあ多芸ですけれども、まあがっつりとですね、話し出しちゃおうかと思いますが、今月の後半はですね、まあ、光栄さんの、まあ、一番有名だと言ってもいいでしょうね、戦略ストラテジーの、信長の野望のですね、新作が発売となります。はい。いやー、まあ、あっという間にですね、まあ、信長の野望の新作の発売という時期が迫ってきましてですね、で、まあ、今の対抗ディッシデン5のですね、自分のゲームの進捗状況とか、まあ、その辺をいろいろと考えまして、今後のですね、発信の予定っていうのを考えましたので、まあ、その辺の話をしていこうかなと思います。はい。まあ、結論から言いますとですね、対抗ディッシデンですね、今、ようやく、まあ、まあ、ある程度ですね、やり込みが進んできて、まあ、おぼろげに、まあ、どうやってまた自分なりにゲームやろうか、やっていこうかなっていうようなやり方っていうのが、おぼろげに見えてきたかなっていうぐらいの、ところという、まあ、進捗状況です。まあ、一応、まあ、そのくらいは言ったんですけど、まあ、その程度というところでもう、あとですね、一週間ほど経てば、まあ、信長の野望の新作が発売するということでね、まあ、今年は、まあ、戦略、ストラテジーがね、豊作っていうことで、まあ、本来は嬉しいことなんですがね、まあ、だいぶまあ、時間がかかるタイプのゲームジャンルなんで、こう、いっぺんにね、発売すると、まあ、大変だということも、まあ、同時にあるわけですが、まあ、いうところで、まあ、おそらくですね、あと一週間ほど経ち、そして信長の野望の新作が発売しましたら、まあ別に信長の野望だからっていうんでもないですけど、まあ新作ですし、まあ信長の野望も本当にね、新作は久々となりますので、それ以降はですね、しばらくはまた新作の信長の野望の、まあ、攻略、プレイにですね、かかりきりになってしまう、そっち優先にね、なってしまうのではないかというふうに思います。はい、ですのでまあおそらくですね、その信長の野望のまあ出来にもよるんですけどね、まだ発売してないんで、まあ、よっぽど信長の野望がねもうとんでもないクソゲーだったらっていうのはねそれはちょっとまた考え直さなくちゃいけないですが、まあおそらくねそういうことはないだろうというふうにまあ想定しまして、まあおそらく信長の野望をまあしばらくやっていくだろうということを考えると、まあその後っていうね感じの後回しに多分順番がなってしまうと思います。対抗ディッシデン5の方の攻略っていうのが、まあですので、まあ今このくらいの進捗状況ですので、まだまだですね、まあ本当にこうまあ、対抗ディッシデン5っていうのを、まあ、長期的になんかゲームやっていってですね、自分なりに何か発信していったりっていうのを、まあ、やっていくには、まあ、まだまだ、だいぶ時間が、かかってしまうかなというふうに、思われます。ということでですね、まあ、いろいろ考えたんですけども、まあ、今後またやっていくですね、発信の内容っていうのも、一応まあ、今言ったような、進捗状況なんでね、まあ、そういう感じの、
状況になりそうだということのと、あとですね、この、木曜日のこうラジオですね、まあ、しばらく対抗で試練プレイできる時間っていうのがですね、かなり少なくなってき、てしまうのではないかと思いますし、まあ、後半のねコーナーとかともかくとしてですね、まあ、ゲームの内容に、まあ、込み入った話っていうのはあんまりこうできなくなってしまうので、まあ、どうしようかなということをいろいろと考えたんですが、この木曜日にやってですね、対抗で試練のラジオですね。このラジオについてはですね、信長の野望の新作が発売した以降はですね、まあ、しばらくは、まあ、信長の野望の新作の、ゲームの内容によりきりなところも、まあ、あるんでね、まあ、発売してないんで、いろいろと未定なところもありますが、とりあえずですね、信長の野望の新作のことについてですね、取り扱うラジオに、まあ、切り替えていきたいと思います。はい。ですので、まあ、信長の野望もですね、まあ、新作の発売以降は、まあ、ちょうどこの曜日、特にね、時間帯とか、曜日とかは全く変えない予定でいますけれども、ラジオの名前の方ですね、変えて、信長の野望の新作について取り扱うラジオにしてい、く予定ですので、その、まあ、予定で、よろしくお願いできればと思います。で、まあ、その際にですね、後半の方にね、まあ、何回かぐらいしか、ちょっとしかやってませんけど、歴史上の、まあ、日本の偉人のね、ちょっとした小話みたいな話をしてるみたいなね、トークコーナーがありますが、それ、まあ、信長の野望でも、まあ、あんまり変わんないと思うので、まあまあ、後半の方ね、ちょこっとやってたコーナーなんかは、また信長の野望の新作の方に、ラジオ移行してもですね、まあ、引き続いて、そちらの方のゲームで登場する、日本の、偉人の話とかね、歴史上の人物の話みたいなのを、まあ、少し、コーナーとか考えていけたらいいなと思ってます。まあ、それは、多分同じようにやっていけると思いますので、まあ、それ込みでね、ラジオの方は、とりあえずしばらくはね、ちょっとどうしても、信長の野望に、またこっからかかりっきりでということになってしまうと、なかなか対抗で試練のゲームについてですね、やれなくなる期間が長くなってしまいますので、まあ、ちょっとそういう、予定にさせていただきたいと思います。本当はね、信長の野望が発売する前にね、もちろん信長の野望新作発売するっていうのは前々から分かってましたから、まあ、それまでにもう少しね、キリがいいところまで進めておけたらいい、良かったなというふうに思っていたんですけども、まあ、残念ながらですね、ちょっとまあ、いろいろとこう、予定が間に合いませんで、今こういうような進捗状況となって、しまいましたので、まあ、とりあえず、しばらくはね、まあ、信長の野望の、まあ、さっきから言っているように、まだ発売してないんでね、ゲームの中身見てみないと、どのくらいのボリュームなのかとかね、まあ、どういう、感じのゲームになっているのかというのも、まあ、全部わからませんので、やってみないとわかりませんが、そちらもね、まあ、しばらくは、多分新作っていうこともありますんで、で、僕自身ですね、これもまあ、多芸の話にね、このラジオ的にはなっちゃいますが、まあ、同じ、ゲームメーカーのゲームですしね、同じゲームジャンルですんで、まあ、ここで してしまってもいいかなと思いますが、信長の野望についてはですね、こちらのゲームについてもね、まあ、対抗で試練と結構、ポジション、自分の中では似ててですね、過去作もやったことあるんですが、ですね、だいぶ、プレイ離れてしまって、久しいという、そんな感じなんですよ、自分。まあ、過去作ね、長く、まあ、こう、あの手のゲームはプレイされてるとかいうようなプレイヤーも結構いるような、ゲームジャンルではあるんですが、自分の場合はですね、ちょっとまあ、旧作、を、まあ、プレイしなくなってですね、もうかなり、時間が経ってしまったという感じですので、まあ、いろんなですね、多芸の、この手の戦略、ストラテジージャンルは、まあ、プレイはして、いるんですが、信長の野望はいつプレイしたかっていうと、もうだいぶ前なんですね。ですので、おそらくまあ、新作の信長の野望がですね、どういう感じのゲームシステムにしてくるかっていうのは、まだわからないところも多いんですが、結構、
まあ、まだゼロからっていうかね、そのくらいのノリで、いろいろとこう攻略をしていって、またシステムを覚えていってというようなことを、していかなくてはいけないんじゃないかなと思います。まあ、もともとね、信長の野望はおそらくまあ、旧作とかの傾向を見てもですね、多分太閤立志伝よりもさらにボリュームっていうかね、そういうのも多いんで、やるような内容も多くなってくると思われますし、相当、発売してからね、しばらくは、かかりきりになってしまうんじゃないかと思われますんで、ちょっとしばらくは、まあ、この国産の、戦略ストラテジーのゲームについてはですね、まあ、信長の野望の新作に、注力していくようなね、形にさせていただきたいなというふうに思います。まあ、いいゲームであってくれるということを前提としてですけどね。はい。まあ、ということになりますので、一応まあ、次回以降もですね、ラジオからまあ、そういうような形で、またやっていきたいというふうに思いますので、まあ、戦略ストラテジー関連でですね、まあ、同じゲームジャンルですんで、また興味ある方はですね、ぜひ、そちらの方もね、引き続きお付き合いをいただけるとありがたいなというふうに思います。はい。最後にですね、まあ、しばらく、太閤立志伝から離れてしまいますので、改めてですね、この太閤立志伝5、まあ、最新のリマスター作品についてですね、振り返っての話をしますが、本当にですね、まあ、誰でも、簡単にできる、初心者向け、というポジションの稀有な、ですね、まあ、戦略ストラテジーかなと思います。まあ、逆にね、だからこそというところで、やり方どうやってやっていこうかっていうのはすごくまあ自分としては悩み、それでまあ時間かかってしまってですね、今まあこういうようなシリケートンボで一旦ちょっと、次に移るというような形になってしまうんですが、でも、普通に考えるとですね、まあ、こうどうだろう、このラジオを、ね、聞いていただいているような方っていうのは、戦略ストラテジージャンルが好きな方っていうのも、もしかしたら多いのかもしれませんけど、まあ、この手のですね、ゲームジャンルっていうのは、やっぱり、すごく敷居が高いんですね。これまあ、僕は繰り返し、いろんなところで言ってますけど、本当にまあ、ゲーム買ったはいいけど、もうできなくて、まあ、できなくてっていうのは、難易度が難しくてっていう意味合いもあるし、すごい時間かかるんだよね、この手のゲームは。まあ、買ってみたはいいけど、ちょっとやる時間なくて積んじゃってるみたいなね。ものすごく多いんですよ。そういうプレイヤーがね。まあそういうタイプのゲームなんで、まあそういうタイプのね、ゲームジャンルの中で、本当に、誰でも、簡単に手が出せてですね、まあ他の戦略ストラテジーゲームに比べればですね、パパッとそんなに時間もかけずに、まあ何らかのこうエンディングにたどり着くことができるっていうことで、まあ本当になんていうかな、これまで戦略ストラテジーゲームって、まあ例えばまあ購入したこととかってのは過去にあったけど、もう結局毎回積んじゃってね、ちゃんとこう攻略したことがないとか、そういうような方でもですね、初めてこの手のゲームクリアできたっていうかね、最後までやることができたっていうような、体験をするようなことができるですね、最初のこの出だしとしてはすごくいいゲームなんじゃないかなと思います。国内外、全部含めてですね、あんまりですね、こういうタイプのものっていうのは、ないかなと思うのでね。はい。まあ、ゆえにですね、慣れた方にはね、ちょっとなんか、難易度も特に設定ないし、あんまりこう、スリルがないとかね、そういうようなところもあるのかもしれませんが、まあ僕はすごくですね、このポジションの戦略ストラテジーって他にないんで、まあそういう目線で、見てもですね、すごく、貴重なポジションのゲームなのではないかなというふうに思います。まあ改めてですね、こういうゲームが、本当に、まあしばらくぶりにですね、まさかのリマスターで現代に蘇ってくれたということはですね、まあ、すごく良かったのではないかというふうに思います。はい。ということでですね、まあ、改めて最後はですね、この太閤立志伝5のリマスターのまとめというお話をさせていただきました。まあ、おそらく次週の以降のですね、ラジオからは、信長の野望の
新作に移っていきたいと思います。まあ、ラジオ以外でもですね、僕の、この、まあ、YouTube チャンネルも含めてですね、まあ、いろんな形でまた取り扱っていくんじゃないかというふうに思いますんで、はい、また、この手の、ゲームチャンネルでですね、興味ある方は、そちらもやっていきますんで、興味ある方は覗いていただければというふうに思います。はい、ということで、今日のラジオはですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどこかのラジオでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。